アンケートでは冬が来るのが嫌だって方が結構多かったんですけれども、はい、山口さんはどうですか？嫌です。あ、やっぱり嫌なんですね。ドアナシの一番好きな春が、あ、春が一番好きなんですね。春がもうダントツ、4月がダントツ好きなんですけどそうなんだ、なんでですか？桜綺麗だし、あ、確かに。あと、昼の時間が伸びて、はい、夜中明るい時間増えるし、はい、大好きなんですけどじゃあ花粉症じゃないんですか？花粉症じゃないんですよ。だったら春好きになりますよね。そうそうそう、多分それもあるんで、うんうん、こういうね、この春いいですっていう、あの桜のイメージの方ばっかりに行くんですけど、はい、ダンゴムシも現れるしとコメントいただいています。ダンゴムシに会いたいわけじゃないんですあ、そうなんですか？会いたいわけじゃないです。ダンゴムシにすごく仲良しなイメージがあったんですけれども、まあそれはね、子供の頃は見つけたら丸めるっていうのは鉄則でしたけどありましたね、鉄則だったんですけど、今はおーっつって丸めないし。丸めないんですか？丸めないです。あのスーツ着たおじさんがいきなりしゃがんでですね、あら何やってんだろうって覗いたらダンゴムシと戯れてたら、それちょっとあれじゃないですか。だからそこは今はしないんですけど、あでもかといって会いたいわけでもない。ただ、はい、出てきたら記録をつけるっていう、もう心を無にして、あ、そうなんですね、もうあくまでも観測対象、観察対象ということで、季節を把握するための、はい、あの、まあ、一つの、このね、アイテムじゃないですけども、そういう対象の生き物っていうだけで、はい、あの別に好きじゃないあ、そうなんですね、びっくりしました。愛があるのかと思っていたのでそこまでの問題ない。ツンデレ？テレ隠しですか？そうですね、そうそう、まあ、ツンツンしたらね丸まっちゃいますからね。そうなので、そうですね、ダンゴムシにはツンツンも必要なので意外とドライな一面も見られましたけれども、はい、山口さんの好きな季節は4月ということでお聞きしていました。